1998年結成。同国トロムス県トロムソ出身で、現在は主に、ノルウェーにおける、第二の都市であるベルゲンを拠点に活動している。アンビエントと新生ポップを自在に行き来する、メランコリックでカラフルなエレクトロニックミュージックを発信し、今や北欧を代表するダンスアクトとして、世界的な人気を誇る。バンド名、ロイクソップとは、ノルウェー語で、 同地に自生する、煙キノコを意味する。動物に踏みつけられることで胞子を飛散させ繁殖する、煙キノコに不思議なインスピレーションを受けたのだという。北欧という極寒の出身地を反映するように、そのサウンドにも静質な雰囲気が漂う。デビュー時には、氷点下のダンスミュージック、マイナス摂氏15度のエレクトロなどといった、キャッチコピーと共に紹介されていた。 デビュー作は、キングス・オブ・コンビニエンスのアーランド・オエオ・ボーカルに、迎えた、プア・レノ。その、プア・レノや、イープルといった、クラブヒットシングルを生み出し、全世界で100万枚セールスを記録。本人たちは、デペッシュモードからの強い影響を公言している。その他、ニューオーダーや、ペットショップ・ボーイズなども含めた往年のシンセポップへの、同系をその楽曲にも投影しており、 作品リリースごとに、ボーカル入りの歌物要素が強まっている。ライブでは、曲によって、電子ドラムを直接叩いて、ビートを打ち込むほか、サポートベーシストを迎えてのハンバンド形態を取ることも、あり、音源以上にそのフロア向けで、アップビートなサウンドにより、広く、テクノから、ロックリスナーにもファンは多い。2003年のフジロックフェスティバルで、初来日。 2005年のフジロックでも来日し、レッドマーキーを満員に埋め尽くした。2009年3月に約4年ぶりとなるオリジナルアルバムを発売。2009年のフジロックでは最終日、ホワイトステージのヘッドライナーを務めた。2020年 YouTube に新作がアップロード。ありがとうございます。